今日は TIF2021 にブレディアが出演するということでライブの一日を撮っていきたいと思います。行ってきます。でメイクスタートしました。いつもはね合同じゃなくて個別の楽屋なんだけど、あにゃ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 でね歌うとね、練習の意味あるのかなって思うでしょ。あるんですよ。今回のティフは合同の楽屋でしたね。コロナだからかな。はい、出血大サービスでプレゼント、ありがとうございます。なんか洗いたてな感じがする。あったかい、あったかい。久しぶりに着るんで洗ってくれた。今朝洗ってますよ、もう一回。ありがとう。優しさ嫌じゃないですか。優しいマネージャーさんでございます。ありがとう、本当。これはね、最近どこの銭湯が熱いかっていう、どこのサウナがいいかっていう話をちゃんこロピーとマネージャーさんとしてます。あとこれね、すーごいちっちゃい鏡でこの日メイクしてるよね。あとこんなちっちゃいんだよ。見えてるんですかっていう。10分までに終わらせて、10分から15分間フォーメーションやろうって言ってる。今何分？今50通。ミラーはございませんね。ないです。こいつの方に。どうしようかな。キャンプだと思ってた。キャンプ？キャンプ場に来たと思って。わかりた、うん。キャンプ場にあるわけないじゃん。あるわけない。もうマスカラ塗ったらほぼ完成みたいな。マスカラもメイクの中でも最後の方の工程に入っております。確認してね。これね、あのマネージャーさん、あのプレディア用のコテとかストレートアイロンとかいっぱい入ってるセットがあって、それ持ってきてくれるんですけど、このヘアアイロンの先っぽがね取れちゃってるんですよ。危険度すごいよ。だって先っぽ触ったら火傷するから。これね、壊れてるけど使い続けてるっていう。左からやって、これ右側で、前髪もやって、もうほぼ出来上がってきましたよ。かき上げるでしょ。後ろもちょっと、ここ足りないなってところを巻きまして、はい、これでヘアメイク完成です。3回ステージがあります。まずはスマイルガーデン、はい、夕方に。そう、その後アコースティックのライブをカバー曲をやって、夜ドールファクトリー、ドールファクトリーの鳥のライブを出ますよ。どうなってるのか全然わかんない。え、そう、マイマイ先生、YouTube 先生ですよ。いろいろ教えてくれます。わからないところがあると LINE するんだけどね。そうするとすぐ電話で返してくれてるの。素晴らしいホスピタリティ。皆さん、こんにちは。水野舞です。水野舞チャンネル。水野舞チャンネルに侵略される。210、210でいいんじゃん。210、結構離れてない？え？
ああ、ありがとうございます。
僕も一緒にできます。あ、ありがとうございます。お願いします。セクシーにこれやってみな。やってやって。私は裏でセクシーって言ってる。おいらしい吐息っぽい。セクシー、セクシー。爪痕残して。セクシー。入れとく。終わりました。TIF 2日目お疲れ様でした。あ、なんか3ステージね、一気に出るのがなかなか久しぶりだったので、フェスがないからね、最近は。終わったらどっと疲れたけど、めちゃくちゃ楽しかったな。ありがとうございました。